京急2 0 0 0系電車。元来は快速特急用として登場し、後に3ドアロングシート車に格下げ改造された。上、格下げ前、下、格下げ後観光バスから路線バスに格下げ改造した車両の冷前面に方向膜が設置され、中央に扉が増設されている。格下げ車両とは、優等車両を一般用に改造、転移用した。 鉄道車両も宿バスのことである。格下げ車とも呼ばれる。車両の性質上、高速、長距離走行と快適性が重視される、優等車両は接客設備や性能は時代とともに変化するため、後継車両が登場すると見劣りすることがあり、程度が良くても、性能や設備にランクの劣る車両は、格下げの体制で一般車両に転用していた。昨今では、 車両の水準が向上したことや一貫して、優等車両を使用する方針に転換しつつあること、バスにおいてはバリアフリーに難があることなどから以前と比べ、格下げ車両は減少傾向にある。クリーン車から普通車に格下げ改造したキハ 28K5000 番台優等車の陳腐化による格下げは古くから多く行われている。優等車は ある程度の水準を保つ必要があることから、新型優等車の登場に伴って、旧型優等車が格下げされるのは、必然の流れであった。一等車、二等車が、それぞれ二等車、三等車に格下げされるばかりでなく、合わせ作り車や肥料格用の荷物車や郵便荷物車、事業用車に改造される例もあった。一般用の車両ばかりでなく、公室用のグブ車が種車になった例もある。 日本国有鉄道 JR の座席車では、リクライニングシートを備えた特別二等車に比べて、設備が劣るボックスシート、転換クロスシート、回転クロスシートを備える、波型二等車は1968年までに、近郊軽車両である、サロ110系、サロ111型を除いて二等車に格下げされている。クリーン車では急行軽車両においては、四国、 九州地区で使用されていたキロ28系の座席を交換することなく格下げし、普通車の指定席に転用したキハ28系5000番台、5200番台が存在したほか、高直流電車では、先頭車の絶対数不足からサロ165系、サロ455型から改造したクハ455系600番台が存在した。 特急系車両では極めて異例であるが、四百八十五軽電車においては、東北特急廃止で余剰となった黒四百八十一型を、九州地区への転用に再資格下げ改造した、区派八十一系六百番台、日立のモノクラス化及び単編成化に際してサハ八十一系の絶対数不足からサロ四百八十一系、サロ百八十三型、 サロ189型から格下げ改造した、サハ4 8 1一3 0 0番台や、クハ4 8 1十1 1 0 0番台、白鷺用付属編成の年出及び、スーパーライチョウ用編成の重量貫通編成化を、目的として同じく、サロ481型から格下げ改造した、サハ4 8 1一5 0 0番台が存在した。ただしこれら八十五系の例では、 座席は、格下げ後の等級の一般的な設備と同等のものに取り替えられており、接客設備の大幅な変更を伴うことなく、種別や等級だけを下げる、他の事例とはかなり趣を意にする。優等列車用車両の格下げでは、扉の増設を伴わないもの、扉の増設を伴うもの、均衡形グリーン車への格下げがある。後継車両に置き換えられたり余剰となった、特急、 急行用車両を一般列車に転用し、高性能化や冷房化、経年車両の置き換えなどの体質改善や、輸送力増強に充てるケースがある。扉の増設を伴わないもの、北陸本線の普通列車で使用する 475K 国鉄 JR では、急行列車の廃止、削減の影響を受けて、余剰車両の有効活用の観点から、一般軽車両の体質改善のために、 急行系車両を原型に近い形で普通列車に転用した例があり、中には座席の一部もしくは全体をロングシートに改造した車両も存在したほか、四国旅客鉄道ではキハ185系機動車を普通列車用に格下げ改造した車両が存在する。私鉄では東武鉄道では5700系電車が特急車時代の外観、内装のまま快速列車や、 急行列車、快速急行に使用されたほか、1800系電車では、輸送量の少ない視線区での高性能家のために、座席の一部を撤去し、通勤者に格下げ改造した例がある。他には、座席の一部をロングシートか、クロスシート部をにプラス一列化し、嵐山線の普通列車に転用した、阪急6300系電車や、特急車時代のまま島線の普通列車用に、 転用された近鉄680系電車、先頭車の構造の問題から扉の増設が困難だった西鉄1300系電車などがある。代わり種として名古屋鉄道では事故で損傷した130系、1230系1134回のうち編成を組んでいた130系が自己廃車となったため損傷が少なかった1230系を復旧に 最して1380系に格下げ改造した例がある。また特急兼用車として3、扉セミクロスシート車として作られた軽阪急線、0軽電車は全座席をロングシート化して通勤車に格下げ改造された。扉の増設を伴うもの419系電車。この種の改造では国鉄、JR より優等列車において、 動力分散方式を早くから採用している私鉄の旧型車に見られた。特に料金不要の優等列車を多く設定している。阪急電鉄、京阪電気鉄道、西日本鉄道では高性能車でも扉の増設を伴う格下げ改造が行われている。国鉄、JR では夜行列車の廃止、削減で余剰となった583軽電車を扉の増設。 セミクロスシート化した419系、715系電車が存在したほか、457系電車を大変成化し、中央部に扉を増設した717系、電車900番台が存在した。また東海道、山陽新幹線の0系の25系1900番台は、グリーン車である15系1000番台の余剰車を、扉の増設を行った上で改造したものである。 私鉄では扉を増設、ロングシートか、吊リカーの設置など通勤系車両に近い形に改造する場合があり、この場合も通勤車格下げと称する場合がある。元来、優等列車用車両では高速、長距離運転を行う性質上走行距離が大きく、扉の増設などの改造も、車体強度を低下させるなど、老朽化を進行させやすい。一例として、 格下げ改造を受けた阪急2800系電車が老朽化で全廃された後も先行して登場した一般車両である2300系電車の方が大量に残存した。また、京阪1900系電車では格下げ後に冷房化と更新修繕を行ったが、経年のある車両への追加改修工事にコストを要したことに鑑み、後継車両である3000系電車はさらに後継となる。 8000系電車の導入後は、格下げされることなく大部分が廃車となるなど、こうした改造はコストがかかりやすい傾向にあるため、昨今では、この種の改造は行われなくなりつつある。その一方、先日の419系電車は、硬直流電車という車両製造コストの高さから、改造後も長く使用され、主車の583系時代よりも長く使用される移植例となった。 近郊系グリーン車への格下げサロ110.112型は特急系、急行系車両の改造で賄われた。サロ110型は0.900番台が、サロ153から301が、サロ180から302.303は、サロ181から304から311と1301から1305は、サロ183から 351から362と1351から1358はサロ489.481から401がサロ165からそれぞれ改造されたものである。サロ112型は30両がサロ152から1両がサロ163からそれぞれ改造された。小田急2300系暫定的な特急用として登場し、 二度にわたって、準特急用、一般車に格下げされた。搭乗後は、暫定的に、優等列車で使用し、本来の優等列車用車両を導入後に、一般車両へ格下げを前提とした車両もある。小田急電鉄では、特急増発用に製造された2300、軽電車は、SE 車こと3000軽電車の導入が計画された、時期に導入されたため、 3000系登場後は格下げを前提としていた。外観、内装は、有料特急用車両そのものであるが、システム上では、一般車両である2220系電車と同一で、3000系導入後は準特急用2に、扉セミクロスシートに改造され、1963年には、安静こと3100型が導入されて、準特急が廃止されたため、3、 扉ロングシートの一般車に改造された。近畿日本鉄道では6431、軽電車は名古屋線に導入された当時は狂気であったため、標準機への改め期後は、大阪、名古屋両線共通の標準機関用特急車両の導入が決定されていたことから導入後は、一般車への格下げを前提としていた。外観、内装は、有料特急用車両そのものであるが、 システム上では、在来車との根血を前提としたため、吊り掛け駆動であった。改め期後は、標準機用の台車に交換し、しばらくは特急列車で使用されたが、後継車両の増備につれて見劣りがしてきたことから1965年に、3、扉ロングシートの一般車に改造された。京成電鉄では、海運号の構成の丘を目的に3200系の、 専用編成が導入され、空港特急用とした AE 型導入後は、一般車両への格下げを前提としていた。外観こそ3扉で通勤者に近いものの、一般車との違いは、扉は片開きで、車内設備はセミクロスシートであり、便所も備えていた。AE 型登場後は、ロングシート化と便所を撤去している。東日本旅客鉄道では、 秋田新幹線建設に伴い、北上線経由の暫定的な特急列車である、秋田リレー用2機波110系300番台が導入された。外観では200番台と同一であるが、座席は E217 系電車のグリーン車用で、デッキも備えていた。秋田新幹線開業後は、座席のセミクロスシートか、デッキ仕切りを撤去し、 当初の予定通り一般車に格下げされ、飯山線などへ転用されている。なお、座席は E217 系電車のグリーン車に転用された。475系電車と車体更新改造した717系、電車200番台車体更新車では、種車の原型をとどめない。格下げの範疇に含めるかどうかは、見解が分かれるが、優等列車用車両の機器を流用したり、 一般車両の車体に乗せ替えた車両もある。この改造では、車体は完全な新請車両と同等で、旅客サービス面においては優位となるが、車両性能は種車のままでスピードアップなどへの対応が難しく、性能向上が図られない割には、改造規模が大きく、コストもかさむため、あまり行われていない。国鉄 JR では、 高直流急行軽電車においては車体を乗せ替えて、近郊軽電車に改造した413系、717軽電車や165軽電車の機器を流用した、通勤軽電車である JR 東日本百。私鉄においては、京成電鉄では格下げに際して通勤軽車両の、車体に乗せ替えた1600電車や初代。 AE 型電車の機器流用した通勤車である3400系電車のほか名古屋鉄道では特急の一部特別赤化で廃車となった1000系電車の機器を流用した5000系電車がある。近畿日本鉄道では1万系電車の機器を流用した2680系電車や1100系電車の機器を流用した2000系電車がある。スハ43系客車元来は、 急行列車への使用を前提に製造されたが、撮影時点では普通列車に使用されていた国鉄では、10系以前の、いわゆる旧型客車については一両単位で管理されており、普通車については普通列車で使用することを前提とした、繊細復旧車である70系客車と交代化、改造車である60系客車を除いて、種別ごとに使用形式を特に限定していないが、その多くが、 デッキ付きの2、扉クロスシートで製造されているため、優等列車への使用することも前提とされていた。そのため、程度の良い車両は優等列車での使用が優先され、後継車両の増備や置き換えに連れて捻出した中堅車や経年車は普通列車に使用されていた。1960年代後半以降は、急行列車への運用は原則として、 近代化改造を施行した車両と10景客車に限定していた。また、20計客車は元来は特急系であったが、後継者である14計客車や24計客車の増備につれて、次第に急行列車にも運用されるようになり、国鉄末期には夜行列車の廃止、削減につれて余剰となった14計客車や24計客車も、 二重軽客車の老朽化に伴い置き換えようとして転用され、結果的には急行列車にも使用されるようになっている。名古屋鉄道では1975年までは特急列車への使用と着席通勤を前提に汎用性を追求していたため、二度は転換クロスシート車が伝統的に導入されていた。登場後しばらくは特急専用で運用され、後継車の増備につれて、 格下げの体制で次第と後半に運用されるようになっていたため、このように特急用や一般用といった車両区分の概念がなく、7000系、7700系、7500系が長らく実質的な特急、急行用として使われ、1982年以降は白帯が入った7000系、7700系のみが特急列車に充当されていた。また、 名鉄線内のみで、有料特急専用で運用される電車においても1984年に8800系が登場するまでは保有していなかった。1986年に登場した2ドア、転換クロスシート車である5300系、5700系も元来は高速、急行用車両であったが、結果的には、後継車両も、急行列車に充当されるようになったことから、 格下げの体制で普通列車にも使用され、現在では、全車一般車特急にも充当されたりするなど、後半に運用されるようになったことから名鉄ではに、ドアクロスシート車については、種別ごとに、明確な用途を限定していない。名古屋鉄道の車両形式も参照。大鉄、DR2700 型機動車台湾の台湾、鉄路管理局では、光加護用であった。 DR2700 型機動車が格下げの体制で使用されている。韓国では、セマウル号に使用されていた客車が無群ァ号に格下げの体制で転用されたケースがある。無群ァ号に転用された旧セマウル号車両 JR 北海道気波400系機動車優等列車はその、性質上、速達性と快適性が要求されるため、格下の車両から格上げしたケースは、 格下げ車両より少ない。国鉄 JR においては、電車では157系電車は元来は、準急系であったが、特急系車両に近い接客設備から、臨時特急列車にも使用され、後年に完全に特急車と同一水準化する改造が行われ、それ以後はもっぱら特急系車両として使われた。機動車ではキハ40系機動車が優等列車用に改造された事例があり、 北海道旅客鉄道では、急行列車用に高出力化と座席を、リクライニングシートに交換した、キハ400.480型が存在したほか、九州旅客鉄道では、ハヤトの風、イブスキの玉手、箱用に、格上げ改造した車両がある。また JR 九州では、海幸山幸用にキハ125に編入した上で、格上げ改造している。 西日本旅客鉄道では117系をウエストエクスプレス銀河用に格上げ改造しているほか東日本旅客鉄道では E721 系の区配 E720 から12の後くらい側を指定席用に格上げしているこの他に急行系機動車であるキハ65系機動車では特急列車であるユ・ウトピア・ワクラやエーデル・北、 近畿用などに改造された車両が存在した。他にも60系客車において、オハ61型から、オロ61系、オロフ61型への格上げ改造をはじめ、国鉄から JR への移行機に、余剰急行型車両や余剰一般客車から、ジョイフルトレイン化改造された事例が多数存在する。また、貨車から、トロッコ列車などに改造された事例や、 JR 西日本では223系1000番台の区百222から1七点7 1 0 0 8を新快速の有料座席車用として改造した事例があり、これもある種の格上げと言える。珍しい例では格下げ車両が多かった近郊型グリーン車で佐百165から佐ロ110の501に格上げ改造された車両がある。においては東武鉄道の系。 350系電車は導入時点では運用列車の種別が急行であったが後に運用列車が特急に格上げされたことにより特急用車両となった。ただし300系350系電車は接客設備や速達性が他の特急用車両より劣るため急行時代の料金が適用されている。名古屋鉄道ではキハ8000系機動車は元来は準急。 高山で使用されたため、準急用であったが、特急型に近い接客設備を持つことから1975年に特急北アルプスに格上げされたため、実質的に特急用として使用された。西日本鉄道では1000系電車は元来は、急行用であったが、急行の特急格上げにより、2000系電車が登場するまで、実質上の特急用車両として使われた。 大掛かりな格上げ改造を伴う事例としては、3、扉ロングシート通勤車である西武101系電車を購入し、2、扉リクライニングシート化した秩父鉄道6000系、電車有料急行用車両や、近畿日本鉄道が買収したなら電気鉄道より、引き継いだ一般車を、京都線の有料特急設定に際して、格上げ改造した680系68、683、 軽電車が存在する。一般型車両を改造して、観光列車化したものでは、近鉄2013系、都戸屋南海2200系、天空、有料特急列車に改造したものでは東部、日光線快速用車両であった6050系を634型電車、スカイツリートレインや近鉄6200系を16200系、青の公共局などの事例が存在する。 日本国外では、韓国の韓国鉄道公社では、日本の普通列車と同種の列車である、通勤列車の廃止、削減で余剰となった9501系機動車が、無群ァ号に転用されるケースが現れている。窓の大型か、座席のリクライニングシートかなど優等列車に適した、接客設備に改造している。日立電鉄の観光格下げ車、ハイデッカーから、 路線バスへの格下げは異例の存在。バスにおいては観光バスに運賃表示器運賃箱などのワンワン運転用の機器と方向膜を設置し、路線バスに転用するケースが地方のバス事業者で見受けられた。かつては観光バスも路線バスも標準床が主流であり、観光バスのグレードアップにつれて見劣りのする車両は路線バスに転用し、 中には扉を中央もしくは後部に設置した車両も存在した。しかし、観光バスのハイデッカー化が進むと、一般路線では使いづらくなり、ハイデッカー車に扉を増設した格下げ改造車は極めて少なく、バリアフリーに難があることから最近では高速バスに転用されるケースが多い。ありがとうございます。